春の東京 G1 5連戦も終わりまして、ついに今週は G1 何もないと、まあ、そしてですね、そんな G1 の谷間のレース、それがエプソムカップ、まあ、エプソムカップ去年はね、4歳馬が勝ったわけです。安田記念を除外された4歳馬、まあ、これがね結構問題になってね、あの4歳が賞金半分にされて、そのタイミングで安田記念があるもんだから、実績のない4歳馬がなかなか安田記念に出づらいと、まあ、今年もそんな馬が軸になるのかなと思ってたら、今年はちょっと傾向が違いそうです。安田記念がフルゲートに満たなかったと。まあそれでもですね、登ってくる4歳馬、これから先未来のある4歳馬がコバの壁を打ち破って上に行けるのか、それともコバの壁に飲み込まれて超えることができないのかと、まあ、そういう意味でね、注目のレースに毎年なっていきそうです。というわけで今年の本命馬マジェスティハーツ、まあ、人気だろうけどね、まあ、4歳馬、まあ、そしてですね、まあ、オークスダービーとね、ハーツクライ3区が勝ってまして、まあここで勢いのある、まあ、つまりこの時期の東京が向くんでしょうね、ハーツクライの3区、まあ、マジェスティハーツのね血統を見るとね、まあ、ダービーを勝ったワンアンドオンリーが母父待機シャトルでね、この馬のおばあさん普天山ストームだったんですが、まあ、この2頭ちょっと因縁ありますよね。まあ待機シャトルが連勝でやってきて、初めて負けたボダイジュステークス、その勝ち馬がこのマジェスティハーツのお母さんじゃない、おばあさん天山ストームだったと、まあ、そんなね、あの微妙なつながり見つけて喜んだりしてるんですけども、まあ、そういうつながりもあるし、同じ地域でね、この時期の東京に適性のありそうな血統ということで、まあ、あのマジェスティハーツ本戦で行ってみようかなと思います。まあ、続いて対抗なんですが、まあ、この梅雨時なんでね、今もちょっと大雨降ってるんですけどね、夕立来てるんですが、曇りのち晴れとかね、マークが出ていても、どの日もちょっと通り雨ぐらいはありそうだと、パンパンの両馬場という開催ではなさそうなので、まあ、重馬場でのね、東京実績欲しいですよね。というわけで、マイネル・ラクリマ、この馬はね、東京競馬場で出走して、しかもそれが不良馬場になったっていうのは2回あるんですけど、2勝してるんですね。まあ、ですので、この馬場の重くなりそうな東京っていうのは、この馬に合うはずです。まあ、ですのでね、この2頭を軸に、今回は狙ってみたいと思います。まあ、続いて、紐5点。まずはカルドブレッサ。この馬はね、あの父ジャングルポケット東京得意な馬でしたね、まあ、3区は中山得意なんですけどね、まあ、どっかのお笑い芸人はこの馬東京得意の父だって言ってましたから、まあ、東京得意ってことにしておきましょう、まあ、そしてこの馬の母方に目をくれると、母の兄ブラックタキシードっていうのがね、この時期の東京開催、まあ、プリンシパルステークスを勝ってるわけです。ダービーでは負けましたけど、まあ、ですのでね、東京得意に見えて中山は、まあ、得意のような気もしてくるけど、一応実弾の上では東京得意の決闘ってことで、まあ、ここでね、期待してみたいと思います。まあ、そしてゴールデンナンバー、まあ、ドロドロのね、重馬場になりそうでね、まあ、そうするとね、あの泥かぶるの嫌ってみんな前に行くと、逆にみんな前に行くから後ろから車が上がってくる、そうするとね、重馬場も得意そうな決闘で、ここ何戦もね続けて上がり3波動ナンバーワンっていうのを繰り返してます。ゴールデンナンバー、この馬の出番も肝としてはね拾っとかなきゃいけないと思います。まあ、そして3点目がディサイファ。この馬はねディープインパクト3区って時点で消そうと思ったんですが、まあ、実はね重馬場で2つぐらい確か勝ってるんですね。まあ、ですので狙い目かなと。まあ、そしてもう1頭ディープインパクト3区になってしまいますが、マーティンボロ、まあ、この馬もね、あのこの春の東京開催ということで言えば、ビクトリアマイルを勝ったビルシーナのおじに当たります。同じ父ディープインパクト、そして、母が、ビルシーナの祖母に当たるハルーアソングという血統ですのでね、まあ、このコースへの適性自体はありそうです。まあ、雨が上がってね、あの馬場が乾いてくるようだったらマーティンボロ、重いの馬だったらディサイファ、ディープインパクト3区どっちかはね浮上してくるんじゃないでしょうか。まあ、そして最後の1点がメイケイペガスター、まあ、この馬もね4歳馬でこのコバの壁をここらでそろそろ乗り越えたいところ、まあ、そしてね時の実の記念、まあ、つまりねこの東京芝1800の重賞ウィナーですから、コース適性自体はあるでしょう。まあ、ですのでね、この3連単2等軸ひも5点で狙ってみたいと思います。以上、今年全く当たってないハッチでした。